レッドオーブを手に入れたミカミックスとカミュ。過去の医師の村で祖父テオから受けた助言に従い、2人は実の母であるユグノア王妃の手紙とテオからの手紙、そして旅立ちの祠の扉を開くという魔法の石を手に入れた。なぜ自分が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となったのか、すべての真実を求めるためミカミックスは神と共に旅立ちの祠を目指す。そこへ突如現れたグレイグ率いるデルカダール兵が追撃を仕掛けてくるが、魔法の石の力によって祠の扉が開かれ、2人は危機を脱する。旅の扉を通りミカミックスと神が降り立ったのは、見渡す限り何もない荒野であった。というわけで新大陸ですね。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11やっていきましょう。てかこいつはなんでここにいるの、この神父さんと商人は。ホムスビ産地だったね。おや、この辺じゃ見かけない顔だね。ここであったのも何かの縁。旅の行商人ですと。ビッグブレードはあれか、体験か。体験にしても結局攻撃力1しか変わんないからね。聖なるナイフブーメラン、鱗の盾、とんがり帽子、カミューちょっと増えるけど70円か。騎士団の服はもう持ってるからね。コットン層、持ってない材料はとりあえずないんで、ちょっといや、お金を貯めておこう。不思議な火事で作った出来のいい装備品は高く買い取るのでよろしくお願いしますね。なるほど、それで金作数。げっ、スライムベースがいる。ここで出てくるってことは、なんかスライムとスライムベースって大して強さ変わんないじゃないですか。どうなんだろうね、ゾーンに入ったけど。あ、21で死なない。それなりだな、それなりの強さがあるね。神はまだあれになってんな、作戦命令させろに。マジックパー使うなでいいや。へしかも経験値もすげえ持ってる。あれ、こういう敵ってどうやって戦うの。気づかれたら急降下してくんのかな。キメラ、これキメラにしたらちょっと色が変じゃね。あ、来た。そして切りかかれるし。あ、キメラじゃねえや、全然キメラ、ガルータだ。あれ、なんか敵の攻撃だったな、さっき俺が切りつけたのに。ひどくない？強い。ちょっと新大陸敵強い。俺たちの勝ちだ。じゃあちょっとこのホムスビ産地をまた進んでいきましょう。少しこういうところは見ていきたいね。何かがあるかもしれないんで。高台から見渡す限りはない。スライムベース覚悟。敵3体一発で倒すか。3体いたらギラ使おうかなって思ったけど、ちょっと2体の場合は攻撃でいきましょう。神がゾーンに入ってるからね。あ、俺もゾーンに入った。こういう時、あ、神のゾーンが今さ、ピコンピコンしてるじゃん。これってもうゾーン切れるよってことなのかな。じゃあなんかシャドウアタック使ってもよくない。やってやろうぜ。やばい。まあ、自分のゾーンも切れちゃうけどね。強い、連携強いね。ボス戦でめちゃくちゃ役だったけど、まあボス戦で一回なんかやっぱ連携使うとだいぶ違うんだろうね。おお、溶岩が流れてる。すげえな、景色すごいね。スイッチ、まあさすがにスイッチってフル HD、 動画フル HD で撮ってない気がするけど、なんかフル HD で撮るとさ、ちょっと画像がついていけないんだよね。なんか画像の乱れとかが入っちゃったりするんで、多分普通の HD で撮ってる気がする。ギラ、魔法攻撃力はなんかそこまで変わらないな。そんなに上がってないのかな。てか
ギラとかメラでもさ、どこまでダメージ伸びるかだよね。終わったな。宝箱、スライムゼリー。色が違う。スライムベースは赤いのに。看板、小村の里。小村の里を目指そう。なんか変なやつがいるんだけど、何こいつ。え、マジで何こいつ。こいつはスライムベース。ドラムゴート、ちょっとスライムベースから先に始末しよう。13杖。ただここちょっと一回ゴリ押す。いて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 、やっべ。戦闘が終わって回復しよう。作戦満タン。満タンって言っても俺しか使えないけどね、回復魔法。おっ、ギラか。最初の方のギラ本当に強い。会心の一撃。頭を先に潰した方が良かったかな。ガルーダ、またギラだ。やべ、あれもうマジックパワーない。低めに設定されてるね。おととい来やがれ。んー、どうしよう。あそこもう小村の里だよね。ちょっと先に町へ入っておきたい。看板見とく。こんな寂れた場所まで来たのに何もないと落ち込んでいるあなた、さぞかしお疲れになったでしょう。そんな時はぜひ穂村の温泉へ。あなたの疲れ癒します。こちら穂村の里。ちょっと怪しいな。え、何これ。あ、鹿か。何にもならない、別に。入ってこう。これあれじゃん、ドラクエ3のさ、ジパングの音楽じゃん。え、全く一緒だよね。ヤマタノオロチとかいんのかな。やれやれ、やっと人のいる場所に着いたぜ。追っ手の姿は見えないようだが、これからどうしたもんかな。ぜひいらしてください。寄らせてもらうぜ。おやおや、お兄さんたちは見たところ旅の方のようですね。いやー、いい時にいらっしゃいました。私つい先日里の奥の方で虫風呂屋を開店したばかりでして、今でしたら先着100名まで無料でご入浴いただけます。この機会ご利用されないと損ですよ。おい、悪いけど俺たちは風呂なんか入ってる暇はないんだ。客引きだったらお顔当たりな。ダメですよお客さん、どんな時でもお風呂はちゃんと入らないと不審者に思われちゃいますよ。な、確かにちょっと匂うかもな。風呂なんてこの先もあるかわからねえし、入れるうちに入っておくか。なあ、せっかくのチャンスだから今のうちに汗を流していこうぜ。俺は先に行ってるからな。一名様ご案内。さあさあ、こちらでございます。あ、足元気をつけてくださいね。うんまあ風呂に入るのも重要だけどさ、着替えを洗うのも重要だよね。旅人なんて珍しいな。ここは穂村の里、火山と共に生きる里。あんたと一緒にいた青い髪の兄さんなら虫風呂の方へ向かっていった。道具屋近くの階段を登ったところ、武器と防具屋もあるね。クエストが2つある。民家とか、まあ一応ちょっと見とくか。少しこういう端っこも見て、全員と話しかけるのはどうなんだろうな。結構時間取られそうだからね。なんかアイテムになりそうなものは、あ、タンス、タンスっていうか朝の糸。ここはこれだけか。人もいないね別に。あ、糸、糸をさ結構閉じられてるね。
もちろん閉じられてると入れない。一応ベッドで寝るんだ。布団をただ敷いてるわけではなく、こっちの方にアイテム、裏方とか。あー、宝箱は見える。逆サイへ向かおう。ん？こっちか。あ、こうだね。おお、小さなメダル。あとは小さなメダルをいつ交換できるかというとこだけど、だいたい中盤とかだよね。で、この民家は行ったから、ヤヤクの社、まあ、先に多分虫風呂に行った方がいいと思うんで、宿屋とかもね、結構タンスとかがあったりするんで。あれ、これって入れる？これ入れないよね。神父、こいつこんなところにいるのか。一応和風だから西洋の教会みたいなのは用意されてないんだな。道具屋はまあ別に見るものはない。頼もう。おお、いいね。俺やっぱこういう部屋の方が好きだな。できればしかも土足で上がるんじゃなくて靴を脱いで上がりたい。あ、あるある、調べるところ。布の服。この布の服がさ、宿泊客のものなのかさ、それとも宿泊客用に用意されたものなのかが分かんないよね。宿泊客用に用意されたものだったら、まあまださ替えがあるけど、宿泊客が置いてったもん、置いてったっていうか、ちょっとここにかけとこうって言って外出してってるもんだったらここの宿屋責任問題になると。あ、でももう貴重品は自分で管理してくださいってなってるからね。当店では責任を負いませんみたいな。じゃあちょっと奥行きますか。あ、ちょっと子供だけ気になる。いや、気にならない。あれ、変な金があんだけど、何これ。あ、金じゃなかった、釜か。武器防具屋に行きたいけど、なんか始まった。ちょっとレディーには優しくしなさいよ。乱暴な男はモテないわよ。これあれだね、パッケージにいる人だね、仲間なのかな。もうピーピーうるせえな。悪いけど今は忙しいんだ。ガキの相手をしてる暇はないんだよ。何よ、マスターと話すくらいいいでしょ。マスターならはぐれちゃった妹のこと知ってるかもしれないんだってば。ここはガキの来る場所じゃねえんだ。迷子の相談なら里の入り口に詰め所があるから、そこで話を聞いてみな。ふん、分かったわよ。なら話が通じると思ったけど、こんな石頭がいたんじゃどうしようもないわ。あれ、あんたは？ねえ、名前を聞いてもいいかしら。別に名乗ってもいいけど、名前を聞くときはまず自分から名乗ろうな。なるほどね。あんたとはもう少しお話ししたいけど、今はいなくなった妹の方が心配。里の中を探してからにするわ。何、新手の逆なん。まさかこんなところであんたに会えるなんて。運命ってわからないものね。え、ここは何屋さん。あ、酒場なのか。虫風呂に行くのがおすすめだぜ。ちょっと中の、ま、クエスト受けるだけ受けとこう。ん？このおっさんでいいの？ま、夜になっ、え？いなくね？
裏方、ここのこの子はバイトの子かな。ちょっと裏手を見てみようかなと。ああ、なんかあるな。こっちからはいけないから、あれどうやって行くんだこれ。夜にならないといけないとか、ちょっとも酒場のどっかにもう一つ裏口があるとか。バイトの姉ちゃんがいたところ、あ、ここから行けそうだね。おっさんのクエストを聞いて、あ、宝箱ある。俺の息子の結婚祝いに最高級の金の指輪プラス1以上をプレゼントしようと材料になる金の鉱石を用意した。だけどよくよく考えてみれば、自分で作ろうにも武骨な鍛冶屋の俺じゃ指輪なんて洒落たものは作れねえ。なんだって、あんた噂に聞く不思議な鍛冶を使えるってのか。不思議な鍛冶はアクセサリーも作れるって聞いたな。俺の代わりに金の指輪プラス1以上を作ってくれよ。まあ受けとこう。クロスブーメラン、あ、金の鉱石、あ、レシピもくれんだ。黄金の指輪入門、いい仕事をすりゃ金の指輪プラス1、打ち直しの宝珠があれば打ち直しができる。装備せずに俺に渡してくれ。鍛冶職人の親心。金の鉱石2個、あれなんかどこでも作れるって言ってたよね。どこだ。強さ、さすがにここじゃ作れないか。まあいいや、また後で来よう。とりあえず武器と防具屋の店に行きたい。まあ、ブーメランはあげてないけど、まあただでもらえるんだったら一応持ってはおきましょう。今そんなにグループ攻撃が頻繁に必要になるっていうか、そういう感じではないんだけどな。ホムラの武器はいつでもキンキン。あ、鉄剣が売ってんじゃん。あ、体験によってやっぱちょっと強いね。神下がるな。ナイフの方が扱いがいいか。毒ガのナイフ、え、普通に強いんだけど。ちょっと高いけど買おう。いないけど装備させてもらってる剣で、俺で800円か。防具どれだけ揃えなきゃいけないか。間違えたよ、買わないよ。あれ、青銅の盾は持ってないのか。羽帽子、革のドレスは多分さっきの子が装備するんだな。鎖片びらか。いや、欲しいもんはいっぱいあんな。やっぱり金はどう考えても足りない。どれから揃えるか。上がりのいいやつだな、羽帽子。神が多分大したもん装備してないから、先にこれを装備させよう。え、聖なるナイフとか、なんかそこら辺いらないよね。もう売っちゃってもいい気がするんだけど。聖堂の盾ちょっとしか上がんないけど、一応自分に装備させておこう。まあもともと鱗の盾プラス1だから伸びがあんまり良くないね。鎖片びらか、1000円、貯めなきゃダメ。青銅の剣はマジでいらない。いいや、こういうの全部売っちゃおう。どんどん売っていこう。バンダナもいいや、いらない。聖なるナイフもいらない。旅人の服もいらない。菓子のブーメランもいらない。で、初期装備は基本的に売れないのか。その多分何にも装備したらできる数数あるわ。ではちょっと行きますか。あれ、あ、ここも普通の家だね。探索していこう。うん、漁れるところはない。こういうのって別にレシピとかじゃないよね。あ、赤い本、ヤヤクとハリマの冒険。うわー、めんどくさそう。もうこれはこんな感じです。読みたい人は一
回ストップして読んでください。結局死んでんじゃん。あ、壺がある。これ割ってこう。獣の皮、麻の糸。あ、そろそろでも夜になるかな。結構うろついてたな。神はずっと虫風呂にいるのか。のぼせちゃうぞ。これは女の子か。ちょっと話そう。素敵な男の人が虫風呂に入っていった。名前だけでもわからないかしら。いやでも女の子から声かけられたらもうウキウキだよね。まあこういうマダムに声かけられてもちょっとあれだけど、美容にいいんだって。デルカダールから来てるんだ。どうやって来てるんだろう。これは噂の幽霊。なんかいるんだね。入ってみよう。あれ、てかさ、俺ピンクの人に話しかけてなくね。でもピンクの人って絶対話しかけなきゃいけないかって言われたら、そうだよね。大したこと言ってこないんだよね、意外に。あ、夜になったか。あとでちょっと酒場も寄ってみよう。せっかくだから可愛い子ちゃんをナンパしに行きましょう。そのためにまず風呂に入る。入り口でお会いした方ですねっていうかつい先ほどってもう夜だよ。まあ利用しましょう。服に着替えた。おお、なんかぽいね。なんかスーパー銭湯みたいな感じだね。青いのれんは男湯、赤いのれんは女湯でございますわ。へえ、そうなんだ。じゃあ風呂入るか。まあお兄さんたらそちら女湯ですよってこう堂々と言ってるからね、そりゃ止められるよ。こういうスーパー銭湯のさ、なんか着るものでさ、その下着をつけるか問題っていうのがあるんですよね。まあ、つける派とつけない派がいるんですけど。いや遅かったな。ここの虫風呂はなかなかいいぞ。客は俺たちしかいないらしい。せっかく貸し切り状態なんだから、ここで一息ついていこうぜ。回転したばかりでさ、こいつらしか客がいないってもう終わってね。俺たちこれからどうするか。追っ手がここに来るのも時間の問題かもな。ところでお前少しはこの里を見て回ったんだろ。何か気がついたことでもあったか。出筆なんもねえよ。なんだよその顔。さては何か俺に隠してるな。いいから教えろよ。妹を探している女の子を見たって。まあその子なら俺も見たぜ。酒場で聞き込みなんてませてるよな。妹か。まったく出来の悪い妹を持つと兄ちゃんや姉ちゃんは苦労するよな。おい、なんか喋ったか。はい。おい、こいつはもしかして幽霊。どこなの、どこに行っちゃったのよ。いやもうさ、なんか女の子だったら正直幽霊でもよくない。なんだ驚かせやがって。お前こんなところで何やってんだ。私宿屋で待ってたのに、お風呂に行くって出かけたまま、もうずっと帰ってこないの。どこに行っちゃったの。ひどいよ。はあ、迷子ってやつか。ん？な、酒場の前にいた女の子が探していた妹って、もしかしてこの子なんじゃないか。さぞ心細かっただろう。かわいそうに。俺たちで何とかしてやろうぜ。なあちびちゃん、お前の名前は何て言うんだ。
し、ルコ、お前の家族に会わせてやるから、俺たちについてきな。で、ついてくんの？あ、なんか怒ってる。虫風呂か。ここに怒ってんのか。聖水！なんかやだな。あったまってそう、聖水。あれ、どっちから来た？ここは、なんか、ロビー的なところ？あれ？なんだ？あ、ここが？入り口か。当店の虫風呂はいかがでしたか？あれ？装備品は？外に出ますか？はい。さて、結局どこへ行けばいいんだ？酒場、まあ普通に酒場一回戻ろう。今女の子ちらっと見えたね。普通に酒場へ行きたい。女の子連れてきてるけどね。誰か可愛い子は、さっきのバイトのお姉ちゃんしかいないじゃん。ん？こいつは男。え？いやマジ終わってんだこの店。もう来る価値ねえわ。じゃあ社の方へ向かっていきますか。なんとなくだけどイベントが起きそうな。あれ、ここは全然どうでもよさそうなやつだけど、火事と喧嘩は穂村の花。あ、なんだ。里の入り口か。こいつは教えてくれんじゃん。あ、さっき言ってたね。あ、荒くれ者となんかやってる。迷子はお前だろう。妙なことを言って大人を困らせるな。早く親のところに戻るな。もういたいた。相変わらず大人相手にガミガミやってるぜ。まったく、全然話にならないわ。この里の連中、どいつもこいつも石頭ばっかりなんだから。あら、あんたはさっきの。よう、チビちゃん。俺たち、お前が探してる妹を見つけてきてやったぜ。ほら、お前の姉さんだろ。そんなところにいないで出てきな。私、あ、誰よその子。私そんな子知らないけど。何？私一人っ子だよ。いなくなっちゃったのは私のパパだよ。もう何なのあんた。人の話もろくに聞けないなんて、どんなひよっこちゃんね。なんだとこのチビ。お前の方がガキじゃ。とにかくその女の子も迷子みたいだし、このままじゃ埒が開かないわ。ねえあんたたち、悪いけど私を酒場のマスターのところまで連れて行ってくれない？まあいいでしょう、女の子の頼みは聞く。ありがとう。私一人じゃ酒場に入れないけど、あんたたちがいればなんとかなるはずよ。私はベロニカっていうの。この子と一緒についていくから、あとはよろしくね。こんな頼りないお兄ちゃんたちに振り回されて心細かったでしょ。もう大丈夫だからね。あ、ありがとう。だが最近のガキは生意気すぎるぜ。さっさとこいつらを酒場に届けて、俺たちは先を急ぐとするか。あれ、俺たち成人してる。あ、そっか、成人の儀式みたいなのやったもんね。16歳、16歳でも酒が飲めんのこの世界は。よし行こう。おや、いらっしゃいます。ん？あ、
前は懲りもせずまた来やがったな。子供が一人で酒場なんぞ。俺たちの連れが何か？あ、いや、こいつは失礼しやした。大人が一緒なら大丈夫でさ。どうぞゆっくりしていってください。ろくな酒場じゃないけどね。こんにちは、マスター。こちらの席かけてもよろしくってよっ。ん？ほほう、元気そうなお嬢ちゃんだ。ご注文はマスターの気まぐれ昆布茶でいいですかな？お気持ちはありがたいけど、今はゆっくりしている暇はないの。私たち人を探しに来たのよ。単刀直入に聞くわ。私と似た格好をしたセーニャって子が誰かを探しに来なかった？はあ、セーニャ、セーニャね。おお、あのお嬢ちゃんならうちにお姉さんを探しに来たけど、いないと分かって里を出て行ったよ。そう、セーニャはどこに行くって言ってた？西の方にお姉さんがいる気がするから、そこを目指すって言ってたっけね。なんとも不思議な子だったな。うん、西の方？あ、もう入れ違いだわ。セーニャは私を助け出そうとして。実は私、虫風呂に入っていたところを魔物にさらわれちゃって、今までそいつらのアジトに閉じ込められていたの。え、魔物が虫風呂なんて来んの？せっかくそこから抜け出してきたのに、今度は妹のセーニャが魔物のアジトに行っちゃうなんて。ねえ、あんたたちただの旅人じゃないでしょ。聞かなくても私にはわかるわ。今はまだ詳しい話ができないけれど、お願い、どうか何も聞かないで一緒に妹を探してちょうだい。まあいいでしょう。ありがとう。あんたならそう言ってくれると思っていたわ。お姉ちゃんたち行っちゃうの？どこも一緒に行く？子供は危ないからダメ。あなたのパパについては心当たりがあるの。必ず連れて帰ってくるから、いい子で待ってて。お前だって子供じゃねえか。ちゃんと俺たちについて来られるのか？あたしを誰だと思ってるの？聖地ラムダからやってきた最強の魔法使い、ベロニカ様よ。むしろあんたの方があたしの足を引っ張らないように気をつけてほしいくらいだわ。さあ行きましょう。魔物のアジトがあるのはここから西の地下に広がる大きな迷宮の中よ。きっとセーニャも迷宮の中にいると思うの。西の海岸あたりに迷宮の入り口があるはずだから、ひとまずそこを目指しましょう。あたし知ってるのよ、あんたが何者なのか。あたしの期待を裏切らないでね。いや、最強の魔法使いって言ってもさ、絶対、あ、いない、仲間になったわけじゃないんだ。絶対うちらと変わんないでしょっていう。イオナズンとか絶対使えないよね。もう一人クエストのやつがいるんで、ちょっとそっちの話を聞いてから行きましょう。外出て一回錬金使って金の指輪を完成させちゃってもまあいいかな。バイトの子は？巫女さんじゃないの？こいつはなんだ？焼けた鉄ほとばしる職人の汗、ぶつかり合うハンマーと金床、まさに男の仕事、鍛冶屋。わしらは昔からホムスビ産地の溶岩熱を利用した炉を作って鉱石を叩いて暮らしてきた。ここからは素材になる鉱石にも恵まれている。足りなければいつでも掘りに行ける。鍛冶屋をやるにはうってつけ。おめえさんいいから出してんな。ああ、鉄鉱石を集めてくる。まあいいよ。
鉄製の剣のレシピって、だって鉄の剣なんて買ったよさっき。鉱石ポイントは鉱石系の素材がたくさん取れる特別な場所。壁上から顔を出している水晶の塊が目印。あとはハンマーを使って掘りまくる。採掘ポイントなど鉄鉱石がよく取れる。なるほどね。なんかすげえ神聖な感じがすんなこれ。まあでも鉄の剣とか多分プライチとか作った方が強いんだろうね。この社に行きたいは行きたい。またすげえ階段登っていくな。あれ、なんだ顔だけ飛び出てんのかと思った。まだこの里が火竜に襲われていた時、わしは里の安全を祈って何年も500度参りを続けてきた。え、こいつが生きてる時に火竜がいたってことじゃ。卑弥呼的なのはいないね。ちょっとこっち行けそう、地図的に。こっちか。あれ、なんかどこに繋がってんだ。お、アイテム発見。コットン層。このくぼみは、このくぼみには何にもない。あと一応こっちを覗きに行きます。こっちのくぼみとかね、何にもないか、何にもない、何も見当たらん。この後ろとか、あ、壺は割っておこう。え、一個もない。条約層、あ、もう条約層が出てくるようになったか。社は入れんのかな。一応覗いてみましょう。あ、いける。あ、なんかお供え物があるね。あ、なんかいる。もう男だから話さないけど。あれ、ここは卑弥呼様の部屋。もうご子息であるハリマ様か。あ、カリュを倒してくれた。あ、ご自身も命を落とされてしまいました。ヤヤキ様のお部屋。あ、立ち入り禁止か。え、ハリマは男だから興味ないけど、ヤヤクは男女どっち。名前だけじゃ分かんねえ。よし、ちょっと外へ出たので、まずはあれをやりたいんだけど、どっからやるんだ。できない、やっぱり。装備、道具、大事なもの。あ、これで使えるのかな。中でも使えたかな。お、レベルアップ。鍛冶技術が向上した。集中力が3上がった。上下打ち、上下2マス分同時にやや強めの力。すげえじゃん。新しく覚えた装備を作る。金の指輪、はい。さてどうする。上下打ちは関係ねえな。温度鮮度、まあ、一回叩くしかないよね、とりあえず。え、こっちもこっちも、あ、こっちから行く。なんか先に左打った方が良さそうだったな。あ、じゃあこうやって伸びていくの。じゃあ先にもうこっちを割らしちゃおう。右を OK で左、もうあとはいはいはいってやっていくしかないよね。オッケー、もうこれ仕上げよう。どうだ、これプラ1にはなるんじゃないか。プラ2とは言わないからね。成功。あ、プラ2になった。あげたくねまあいいだろう。プラ1じゃなくてプラ2にしたんだ。報酬弾んでもらいたいものだな。親父持ってきたぜ。
プラ1以上作ってくれたよ。プラ2、どこだ。ここの指輪あんたに頼んで正解だったぜ。クロスブーメラン、結局変わらん。なんか副産物つけてよ。でクロスブーメラン自体がじゃあどうなの、あれ装備袋に入ったか。なんかすげえ単なるバッテンなんだけど。カミュ、え、銃も下がるのか。でも一応装備っていうか装備できるような状態にはしておこう。戦闘中にも装備は切り替えられるからね。ブーメラン技術を上げてないから、まあ、プラゴ的なものがあればもうちょっと違ったんだろうけど、いやでも今のところそんなにスキルポイント余ってるわけじゃないからね。さてそれではホムスビ産地、サマディ地方は関係ない。日の乃木火山も関係ないんじゃないかな。あ、なんかなんだっけ、もう名前忘れた。デロンだかなんかそんなような名前だよね。ドロルだ。あ、いるはいる。勝手に戦うの、ベロニカ。殴んのかい。ラリホー、寝た。まあ、夜だからね、グーグーとか言ってるし。一丁上がり。まあ、少しまた戦いながらいきますか。それ一応こいつが倒してはくれる。あ、何これでもダメ。ベロニカ殴れ。俺の番だった。いや生きてる、ナイス。意外に役立つ。てか魔法使ってくれよ。聖水、あれなんか、あ、なんか人かと思ったの。分かりづら、遠くから見ると。日の乃木火山、あれ鉱石どこにあるって言ってたっけ。なんか西の山がどうちゃらこうちゃらって言ってたよね。え、どこだ。これは関係なさそうだな。まあいい、ぶっ倒そう。スライムベースに当たっちゃった。なんかこれ近くにいる敵もなんか巻き込んでもらいたいものだけどな。めんどくさいから。いけ、22で倒せない。いやそっちじゃないよ、スライムベースに攻撃しろよ。いやもったいない。戦いのリズム、マジか。結構怖いな。おととい来やがれ。神。スキルポイント2。リレミト覚えたけどね。こいつもリレミト覚えるんだ。レベルが上がったから回復してる。いや、火山は行く必要ないでしょう。ようなき者は立ち入るべからず。許可が必要なんだね。まあ今は普通に、うん、ちょっとこの周り見ていきたい。敵を排除しながら。げ、逃げてった。え、マジックパワー回復してくれたんだけど、俺の魔法の首減ってないよね。やばい、これ一旦で倒したい。神を殴って、 OK。 あ、違う、毒ガードナイフか。なかなか役立つな。本当はなんか鎖片びらも揃えてから行きたかいんだよね、俺的には。で、要はその金貯めてる間にレベルも同時に上がっていくから二重に強くなるっていう。そうすれば安心してダンジョン進んでいける。1000円あれば鎖片びらは2つ買えるからね。これな、おお、いけんじゃん。なんかすげえ温泉か、あったかそう。 あそこに鉱石がある。
あれかな。あ、そっか、こいつ5ダメージ当たってるから割とすぐ倒せんのか。いいね、戦いのリズム使ってくれる分には攻撃させなきゃいいだけだから、ダメージを食らわずに済む。よし、おし。ちょっとなんか早くて分かんなかった。スキルポイントはまだ無理でしょう。よし、フォロー。デコデコン、鉄鉱石、デコデコン、鉄鉱石。あれ、鉄鉱石何個出てきた？で、これ多分もう一回時間が経ってくれば復活してるよね。ちょっとこいつら厄介だからな。で、どこまでも追っかけてくんな。ガルーダ、貴様を焼き鳥にしてくれる。いいね。すげえ感じで鉱石があると思ったら別にただ普通に置いてあったね、掘り場が。こいつ戦ってこう。ガルーダおまけでついてきた。いって14。え、ダメージ食らうの？大丈夫？無敵だったらね、いいんだけど。こっち側がキャンプ場になってるね。馬呼べんの？どっから来んの本当に。お、これはまた細いところ、細いところ得意だなこいつ本当に。あれ、ここは来るのか。まだ聖なる領域ではないんだな。あ、キトウシがいる。ドルイドだった。腐った死体ってさ、ゲームときた、毒だ。いて、それなりに食らうな。一丁上がり。毒は治らないっしょ。アタック大好き。治ってないね。でもこれキャンプ場で寝ればなんとかなると思いたい。キャンプします。もう夜だからね、休もう。あれ、今なんかさ、なんかおっちゃんみたいなのいなかった？あれ、俺の見間違いか。なんか旅の商人のおっちゃんみたいなのいたなって思ったけど、あ、ベロニカか。あ、一体治ってねえ。ひで、キアリー覚えてないんだよ。毒消しそう何個ある？てか治るのこれ普通にさ、歩いてたら。4個。まあそれなりにあるな。よし、というわけで、じゃあ今回はここで終了して、次回は荒野の地下迷宮ですね、向かっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。